客席南座は京都府京都市東山区にある劇場。正式名称は南座。小区が経営している。近代建築に桃山風の衣装を取り込んだ地上4階地下1階の建物は国の登録有形文化財となっている。江戸時代初期に起源を発し、現那年間に干挙されたとされる劇場で。 同一の場所で今日まで工業を続けてきたという意味では日本最古の劇場である。名称の由来は市場通りの南側に位置しているため、江戸時代初期、市場原には幕府公人の芝居小屋が7座存在した。その後、火事で幾度も消失し、また工業の中心が大阪に移ったため次第に数を減らし、江戸時代中期には市場通りの南と北。 山と王子の西の三座となった。西の芝居は1794年の大化後は再建されず、二座が残った。さらに、南座の向かいにあった北座は1892年、市場通りの拡張に伴い閉鎖され、南座のみになった。1906年に小区に買収され、以後小区の直営となっている。1913年に大改築を行い、 定員1436人の大劇場になった。1929年1月に建て替えに着手、同年11月に竣工し、同月25日に会場式が行われた。桃山風衣症の鉄骨鉄筋コンクリートづり5階建てで、定員は1527人。設計志向は、白ハゼ公務店で、設計実務を担当したのは、 元京都市営全課長の足立忠である。1991年に改修工事が行われ、桃山風の外観を残しつつ、最新設備を備えた劇場として10月28日に新装開場した。1996年に国の登録有形文化財になった。2015年から耐震診断が行われたが、改正耐震回収促進法の耐震基準を 満たしていないことが判明し、劇団全新座の初春公演が終わった2016年1月19日から、公演は行われず休館となった。当初報道では、耐震工事を行うため5月以降に工事計画が発表される予定となっていたが、2017年5月時点では、建物に工事用のクレーンが取り付けられているものの、耐震化を含む改修工事の全体概要は未発表で、 2017年夏をめどに本格的な耐震補強工事に着手する予定とのみ公表されていた。今回の工事計画の設計、施工は大場や仕組みが担ったが、1929年などの最新技術を用いて建築物の情報を正確に数値化した後に詳細な補強計画を検討する必要があった。調査後、耐震補強には、 建物全体の強度を重視する工法を用いる。異なり、そのため、建物の躯体部分の強度を増すための事前工事として、2016年11月より、建物全域の既存の内装や、壁や天井の大部分を解体撤去して、建物全体を一旦スケルトン化する工事に着手し、2017年4月末までにスケルトン化を完了。 その後2018年5月18日に同年11月新開場することが発表された。耐震補強の広報は、鉄筋コンクリート製の耐震兵器を200カ所以上設置するとともに、鉄骨ブレースも空間に応じて導入。大屋根部分への新たな鉄骨増設と屋根瓦の軽量化、鉄筋コンクリート製の柱の強度補強など、 建物全域に及ぶ補強工事計画を策定し、構造設計の第三者判定による認定を2017年9月に取得して本格的な補強工事に着手した。また、建物区体の補強と同時に解体撤去した内装や設備の全面リニューアルを施すこととなり、2018年3月より設備更新工事と内装工事に着手し、耐震補強と 内装設備の更新を合わせた耐震補強大規模改修工事は2018年9月28日に工事完了し、竣工した。2018年10月27日には南座新海上記念行事として南座会場式南座新海上議員おねりが開催され、翌11月1日、南座発祥400年南座新海上記念系の 年中行事通る、井戸敷吉霊家お店工業東西合同王歌舞伎二代目、松本白鸚十代目、松本光四郎八代目、市川染五郎襲名披露の初日の開幕により、新しい時代の南座が新開場した。出雲の奥にが1603年の春、軽市中において歌舞伎踊りを披露したことが、歌舞伎の起源とされるが、その歌舞伎発祥の地で400年を超えて、 歌舞伎を上演してきたという意味で日本最古の歴史と伝統を持つ劇場と言われる。現在も歌舞伎を中心にした公演を行っており、特に毎年11月末日から12月末まで行われる吉礼かお店工業は京都の風物詩となっている。この時には役者の名前を官邸流で書いた招きと呼ばれる白木の看板が 劇場の入り口上にずらりと並べられることで有名。歌舞伎以外にも演劇やコンサートの公演が行われている。1992年には南座によりミュージカルドラゴンクエストが制作されたり、2007年には52年ぶりに大阪日本歌劇団のレビューが復活するなど伝統を重んじる一方で新たな試みも行われている。京都の花町にも重点を置き、 2012年6月には、京都五花街合同公園との賑わいが開催され、2019年4月には、都踊りが開催される。郵便番号605-0075京都府、京都市東山区市場通り、大和王子西入中の町198市場、大橋東詰に位置し、市場河原町から鴨川にかかる、市場大橋を渡って、 八坂神社方面へ行く途中にある、屋根の小畜マーク小畜マークが使用されている。文解散オンラインハット ABC、京都、南座、耐震改修で、休館再開時期は未定。京都新聞。 h t t p w w w k y o t o t c o j p、Del、<ada> wrote, スラッシュ・ seeing。スラッシュ・アーキクル。スラッシュ。二零一六零零零零零六四。二零一六年二月五日閲覧。南座小築経営家を見据え、百年記念し、二千六年。日本経済新聞。二千十三年七月一日。Ler, 石田純一郎。 京都市城南座大震補強計画の進捗に関するお知らせ小畜株式会社南座新会場記念2018から2019ラインナップ発表歌舞伎美人歌舞伎美人2018年5月22日閲覧宮古踊り公式ウェブサイト2018年10月12日閲覧京都での ウチ天家族選考プレミアイベントより公式レポをお届け。アニメート TV ニュース2013年6月17日、2014年12月25日、閲覧。ありがとうございます。